ちは、まゆみです。今日は第2回目です。皆様、先日前回ね、お教えしたこと覚えてくださいましたでしょうか。そんなこと知ってるよっていう声が聞こえてきそうなんですけど、分かってない方が多いから、お教えしたんですね。前回お教えしたことは、ほとんどの曲は西洋音階で書かれた西洋音楽であり、音のその音階ですね、音の構成要素はたったの7つ、ドレミファソラシ、ね、たったの7つですよということでした。この7つにシャープ、フラット、ダブルシャープ、ダブルフラットがついて、その組み合わせでできています。たったの7つの組み合わせでできているってすごいと思いませんか。数のその確率であるとか、そういうこと、私はあんまり詳しくはわからないですけれども、それでこれだけのことができるのかといつも私は感動します。今日最初にね、前回も今回も最初に弾いた曲の説明を、ご説明をしてなかったのでさせていただきます。この曲はご存知な方もすごく多いかと思うんですけれども、私の専門のフランス音楽の中で最も有名な作曲家だと思います。フランスの作曲家、クロード・アシル・ドビッシーですね。ドビッシーの2つのアラベスクという2曲ね、2曲の組曲の中の第1番、アラベスクの1番という曲です。この曲はね、すごくいろんなとこで、演奏されています。で、とてもとても分かりやすくて美しい曲なんですね。フランス印象派の曲っていうのはちょっと難しいって思っておられる方多いんですけど、で、私がこの曲を初めてすごいなと思ったのは、富田勲さんという方のシンセサイザーの演奏なんですね。ラジオでね、新日鉄アワー音楽の森っていうのをやってた時にこれがテーマでかかっていました。で、今はその例えば優雅にフレンチを食べているバックミュージックであるとか、そういう時に、かかってたりするんですけれども、ドビュッシーのアラベスクの1番という曲の冒頭部分です。で、このアラベスクという意味なんですけれども、アラベスクというのはアラベスキューですから、アラビア風のという意味なんですね。で、特に芸術方面でこのアラベスクという言葉を使うときには、イスラム様式の対象になった螺旋模様のことを指します。特に唐草模様ですね。螺旋がこう絡み合って対象にこう装飾されている。ですから音楽でも美術でも建築でも使われる言葉です。で、もし、女性であれば、クラシックバレエをやられた方だったらアラベスクっていうポーズがあると思うんですけど、それはまたちょっと別物でして、アラビア風のという意味です。で、アラビア風のということはアラビア人じゃない人がアラビア風のと思ってるわけですよね。だからこれはフランス人であるドビッシーから見たアラビア風だと思います。ドビッシーっていうのは国から一度も出たことがない人なんですね。それであれだけの曲を作れているという素晴らしい人だと思いますけれども、その中でも最も分かりやすくて美しい曲です。もう大好きな曲 で、この曲をちょっと先日別のところで動画を上げてみました。なんか CM みたいって言われちゃったんですけど、まあ、確かにそうだなと思いながら、なかなか美しいし評判もいいので、この曲を、当分はテーマソングとして、そして私の代わりにシマエナガちゃんがご案内しようと思います。はい、では本題に戻ります。もう一度申し上げますね。皆様が普段聴いておられる音楽は西洋音階でできた西洋音楽です。そして
その西洋音階の構成要素は7つ、たったの7つの組み合わせで音楽ができています。まずここのところをしっかりと覚えていただきたいんですね。ですから簡単です、すごく。あとは高いか低いかだけなんです。高さ、それに高さと長さが加わるだけです。7つの要素に高さね、だから、まあピアノは88弦ありますので、まあ、またそれは今度詳しくお話しする機会を設けますけれども、高さね、同じ度でもこの高さ、ピアノだけでも8個の度がありますけれども、高さがある、それから長さね、音符の長さっていうもの、その組み合わせで音楽はできているんだと。ここのところをしっかりとその概念としてもう入れていただきたいんですね。とにかくたったの7つの構成要素に高さと長さが加わって、その組み合わせで音楽は書かれているんだと。それであれだけのバリエーションが作り出せるという素晴らしい表記法です。ですから皆さんぜひ覚えましょう。そして今日もう一つ覚えていただくことを追加いたします。そのドレミファソラシですね、これドレミファソラシはイタリア語です。ちょっと、自分で書いた紙があるんですけども、ちょっとパパパッと今書きましたけれども、うまく写っているでしょうか。なんとか分かっていただければいいんですけど、ドレミファソラシというのはイタリア語なんですね。表記としてはフランス語も一緒です。ですけれどもこれはイタリア語です。なぜか、クラシック音楽の中心、最初の発祥がイタリアだからです。歌の国ですからね。イタリア語なんです。ですから音名というか、その音名っていうんですけど、ドレミファソラシっていうのは音の名前ですから音名と言いますけれども、イタリア語なんです、ね、例えば皆さんですと、イタリアンを召し上がる時に、イタリアンのお店に行った時に、今日のドルチェって書いてありますよね。あのドルチェっていうのはデザートっていう意味ではあるんですけど、本当の意味は甘いとか柔らかいとか優しいとか、そういう意味なんですね。ですので、まあ、甘いというところ意味ですね、まあ、形容詞的な意味のところをデザートっていうことでドルチェと言って使っていると思うんですけれども、音楽で使う場合、そのドルチェっていうのを使う場合は優しくとか柔らかくとか、甘い感じでとか、そういう感じに使うんですね。つまり音楽の発祥、中心が最初はイタリアだったために、音楽のその基礎を表す言語としてイタリア語が使われたってことです。まあラテン語だってことですね。イタリア語もフランス語もラテン語ですので、もともとは、スペイン語もね、ですから、ということなんです。ですので私たちは日本人なんですけれども、イタリア語で習ってますよ。ここを覚えていただきたい。今そんなこと知ってるよっていうふうに思う方たくさんいらっしゃると思うんだけど、ここがぶれたら全然わからなくなっちゃうんです ね。もう一度申し上げますね。西洋音楽は西洋音階で書かれていて、その構成要素はドレミファソラシという7つの音であること、そしてこの表記、この呼び方はイタリア語であるということです。フランス語も表記は同じです、まあ、少し発音が変わってきますね。R ですね。 R はイタリア語ですと巻き舌でレというふうに言いますし、フランス語ですと喉を鳴らしますので発音が違うけれど、表記は全く一緒です。ですので私たちはイタリア語で習っているんだ、ほとんどの基本はイタリア語で習っていると。ここのところを今日はしっか
かりと落としていただきたいんですね、ご自分の中に。そして、ここが完全に覚えていただけたら、こっから加速してまいりますので、この7つイタリア、この2つですね、1回目で覚えたその西洋音階の構成要素が7つであるということと、今日のイタリア語だということですね。なぜかイタリアが中心だったから。ここをしっかり覚えていただきまして、次、次回の動画でここからちょっと実際のその読み方ということに対しての、ご指導といいますか、お教えする内容を加速させてまいりますので、次回を楽しみにお待ちください。ではまた次回お会いいたしましょう。まゆみでした。